こんにちは、速稼塾の久保です。ただいま13時ぐらいになりましたね。今12時57分です。朝の相場解説をしたのが朝5時半か6時ぐらいだったと思うんですけども、あれから5、6時間経って1時間のドル円足はどういう風になったでしょうか。ヘッド&ショルダーを私は意識して、ヘッド&ショルダーから105円を切るところまでは下落するよってことをお話したと思います。まあそれがなんでわかるかっていうのは、これはフォーメーション分析によるものなんですよ。まあですんで、速稼塾の今回お送りする FX のね、基礎講座中級編の方ではフォーメーション分析やりますので、これが如実にわかるようになってきます。もちろんね、今日の朝の私の限定公開の相場解説を見ていただいた方は、なんかわかんないけどヘッド&ショルダーって言ってるから下落にかけとこうかな、でもいいわけなんですよ。でもできればですね、私の解説がなくても自分で見分けれるようになりたいじゃないですか。で、今回はヘッド&ショルダーを完成するのか、それともヘッド&ショルダーではなくて高値を切り上げてさらに上昇するのかっていうところの2択まで、昨日までね、導いていきましたけども、今日の形を見るに、これはヘッド&ショルダーの2つ目のショルダーがですね、2つの山に分かれていて一気に大きく下に下がるということで、皆さんにお伝えしたと思います。それではですね、デイリーの方から順番に見ていきますので、おさらいしていきましょう。まずはね、これデイリーです。いいですか。デイリーは、上髭を出した陰線が2つ並んだところで今朝の相場解説をさせてもらいました。そしてこちらね、ゾーンが始まるここです。ここがインパクトきっかけになって、ここに入ったら下落が始まるか大きく上に伸びるかっていうゾーンだったんですけども、上髭を出してですね、下落の方向に向かいましたね。この流れっていうのは結構強いんじゃないかなと思います。ここと同じような下落のパワーが潜んでいますからね。ただいきなりこうなるとは言えません。うん。で、もう一つ肝心なことはここなんですよ。ここを起点にしてですね、三角形を描いてますよね。で、こちらこういう風な流れで入ってきましたんで、じゃあダウ転換でこのように上がっていくってことも否定できないわけなんですよ。まあ、ですんで下落一辺倒であるのか、それとも大きな流れとしてこのダウ理論に従ってですね、上昇の流れを作っていくのか、これはちょっと意識しておかないといけないですよね。まあ短期的には売りでいいと思いますので、ちょっと4時間の方を見ていきましょう。これが4時間足なんですけども、ヘッド&ショルダーを作ったのがここですよね。あと失礼しました、ここですよね。でネックラインを越えて大きく下がる。どこまで下がるかっていうと、こちらの横ばいを意識しますので、まさに今この瞬間動きが止まると思われるところです。動きが止まった後横ばいに行くのか、それとも反発してまた上昇の方へね向かっていくのか、それとも大きく下に行くのかってところが分かれますけども、下に行くとしたらね、ここまで行くわけなんですよ。今回は大きいでしょ。103円台まで戻ってしまいます。もともと円高がずっとね加速してまして、でバイデンさんが大統領に変わったあたりから105円に向かうよって予測でお話してきました。そしてまさに105円に突入したわけですけども、今105円を割って104円の920から930のあたりうろうろしてます。まあ、ですんでまだ105円の水準には入ってるんですけども、これからねドル高の方を一辺倒に行くかどうか分かりません。また円高に戻るかもしれません。1時間の方を見てみます。はい、ある方にはねこの図をお送りしました。ちょっと待ってくださいね。この図です。これは今日のね、何時だったかな、11時ぐらいに送ったんじゃなかったのかな。ヘッド&ショルダーを完成した後にこの赤いゾーンのところまでまた値を戻しますよってお話をしたんですよ。はい、今そうなりましたね。まさに今ここに戻ってきたわけです。もっと下がりましたね。まあ、105円をちょっと割ったあたりで止まるんではないかなってところでお話したんですけども、ここでまさに止まったわけですよね。じゃあここからなんですが、私は反発して上昇の方に向かうと思ってます。その説明はまた今度させてもらいますけども、ヘッド&ショルダーもどこかで止まるわけなんですよ。その止まる位置っていうのがおおむねですね、直前の横ばいなんですよね。直前の横ばいってここじゃないですか。だから今いい水準のところで止まったんじゃないかなと思ってますね。もちろんここでもう一回振り上げてですね、ちょっと赤で書きましょうか。もう一回振り上げて N 字を書いてですね、下に行くっていう考え、動きも考えられます。まあ、ですので午後からはこの2つの面からこの相場を見ていくようになります。はい、ということだったんですけどもね、私のヘッド&ショルダーについてきた方は利益をしっかり取れたと思いますし、高値切り上げの方はロスカットにあって改めて売りでやっぱり取れたと思います。そしてですね、何も学ばなかった方や今朝の私の相場解説を見てない方はご自身で取られたのか、それともまあ
今気づいたのかですよね。あの綺麗なヘッド&ショルダーではなかったんですけども、ちょっとしたねヘッド&ショルダーの変異種です。でもそんなに珍しくはありません。あの肩、2つ目の肩がね、こっちの肩がまずできて、頭ができて、そしてこっちの肩が2つに分かれることって結構あるんですよ。だから今回この動きを意識されなかった方は、次はこういうのがあるかもなと思って、2つコブを書いて一気に下に下がるっていうところもねありますんで覚えておきましょう。でですね、ヘッド&ショルダーは、そんなにたびたび出るわけではありませんけども、高値圏でヘッド&ショルダーが出るって考えておいてください。そうなるとですね、高値圏で1回 V を山を作ったら、それがね二山じゃなくてもね、三尊でなくても、要するにトリプルトップでなくても、シングルトップの間に時にもうヘッド&ショルダーかもしれないって意識する、まあ、そういったセンスが必要になってきます。で詳しくはですね、FX の基礎講座中級編の方でフォーメーション分析やりますので、そちらの方でフォーメーション分析、もちろんエリオット波動もやりますよ。この2つをしっかりと身につけて、まあ、それでねもう多分ほぼ勝っていけると思います。必要なのはですね、ゾーンという概念と逆田誤法とフォーメーション分析とダウ理論、この4つがあればもう大抵の盤面では取っていけますから、それこそですね大敗はありえないです。ここまでできていて、もしこれでも大敗することがあるとしたら、それはロスカットを設けてないってことなんですよ。エントリーとロスカットはセットですからね。ですんで、ここを忘れないようにやっていきましょう。それではですね、FX の基礎講座中級編の方、現在受付中でございます。あともうちょっとでね、締め切りますんで、今ね、ご決断の時でございますんで、もう一生お金に困らない世界に入っていきましょう。FX の基礎講座、ぜひね、しっかり学んでいただきたいと思います。ただいま、中級編の募集中でございます。